はい、ドリームダンサムリハラです。今回も、アントラーのオーダーグラブ紹介やっていきたいと思います。はい、今回はこのベージュの内野用グローブになります。で、このベージュの色合いとこのコルクの色、はい、タンって言ったらいいのかな。やっぱりね、相性すごくいい。めっちゃいいですね。やっぱりね、ベージュを頼む人の紐はこれになる確率ね、すごい高いんだよ。あ、そうなんですか。やっぱり相性がいいっていうのもあるし、やっぱりなんか渋さがあるよね。なんかいいですよね。そう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 。で、今回これ内野用の、まあサード用の内野用グラブになるんだけど、はい、やっぱりセカンドショートに比べるとちょっと大きめ。はい、そうですよね。やっぱりサードの打球は速くて、はい、まあしっかりグローブに当てて止めに行くっていうところがまずあると思うから、ちょっと大きめになってます。で、このタータンのウェブ使ってるんだけど、はい、内野用ってさ、なんかあの H 型だったりとか、そうですね、基本紐が途中で入ってるようなのってよくあるんだけど、はい、こういうなんて言ったらウェブで本当に覆われてる感じの、はい、これさっき聞いたらね、あのデレク・ジーター、はい、ヤンキースの、はい、デレク・ジーターがやってたようなウェブらしいの。へえ、ね。メジャー仕込みの。メジャーですね、もう。メジャーって先取りするからさ。確かにそうですね。やっぱりこういう内野用のグラブでもウェブが流行ってくることあるんじゃないかなと思います。で、今回この直刺繍のラベルになってるんだけど、はい、やっぱりね、ラベルってここにいつも入ってんだよ。アントラープレミアム。そうですね。でも、この方に関しては、影をつけてます。はい、黒の影入ってるでしょ、はい、だからこのラベルをバンと押し出したようなグラブになってて、だからそこの下の文字はいらないかなっていうことで今回は入ってません。やっぱりラベルを選択する中でも、もちろんその四角のやつだと後ろの色とこのマークの色っていう感じでもおしゃれできるし、はい、自分だったらグローブどうやって考えようかなって時に、こういう直刺繍っていう選択肢があるのもアントラのいいとこじゃないかなと思います、はい。で、ここのところ指当てつけてあります、はい、やっぱりね、指出す人は指当てをすることによってこのクッション、はい、そうですね、うん、このクッションがね、ボールを取った時のこの指、はい、離れたり閉じたりつけたりっていうこの微妙な感覚あったりするのよ。はい、ありますね、うん、やっぱそういうところに繊細な感覚を持ってる人はこういうの指当てつける人多いから、はい、自分でもちょっとここにクッションがあったらいいなっていう方は指当て検討してぜひ一回やってみてほしいと思います。そうですね、ドリームド。はい、今回紹介したベージュのサード用グラブいかがだったでしょうか。このタータンのウェブがとても活かしてますよね。このベージュカラーっていうのは最近高校野球でも使用可能になった色ですので、今とても人気があります。こちらは内野用ですので比較的汚れがつきやすいのですが、アントラーのベージュは使えば使うほど味が出てとても渋いグローブになっていきますので、ぜひ検討してください。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。